世界最高峰のアスリートに迫るパラリンピックドキュメンタリーシリーズ Who I Am。 東京パラリンピック閉幕からおよそ3ヶ月、開催が見送られていた第2回ノーバリアゲームズが行われた。年齢、性別、国籍、障害、分け隔てなく今を楽しむ姿があった。心を一つにノーバリアゲームズ、ノーバリアゲームズ。はい、さくら、はい、さくら。まあ、笑顔もそうですけど、なんかやっぱり悔しさだったり笑顔になるための手前の段階でみんなが必死に頑張ってる姿を見て、僕自身なんか心が熱くなりましたね。みんな絶対に違う中でも共通点っていうものが絶対にあって、違う中でも同じなんだなっていうこともなんか感じてもらえたらすごいいいのかなと思いました。とにかくみんな笑いながらやってるのが、まあちょっと勝ち負けみんなこだわってますけど、まあ、その中でもみんな楽しくできてるんで、すごいそれがいいなっていうふうに思ってます。こう車の部品に例えたら自分はどこのポジションなんだろうっていうのを分かりながらみんなと協力して一つの目的地に行くっていうのが、スポーツだけじゃなくて普通の社会においてもすごく大切な要素だと思うので、いろんな選択肢がある中で自分がやりたいスポーツを選んでいくっていうところが、やっとパラスポーツの中でもでき始めてきたのが最近感じてますし、5年後10年後のパラスポーツきっと今よりも盛り上がってるだろうな。共に笑い悔しさを分かち合う、そこにあったのは失いかけていたつながり。やっぱノーバリアゲームズの良さは心のバリアが外れるってことでしょうね。自分らしさっていうのが出てくるっていうのがもうみんなを見てて感じました。多分パラリンピックで感じたことっていうのはそれぞれあったと思うんですよ。でもそれを表現するのはどうすればいい、行動するのはどうすればいいって、それは僕は継続だと思いますね。この先の未来へ、これからは一人一人の番。